皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド東京でカスタマイズさせていただいた車を僕がソロで紹介します。はい、紹介する車はこちらです。やってまいりました S63 カブリオレ。これ実は一度ボンドボディの Vlog でちらっとご紹介させていただいた車なんですけれども、今回外装タイヤホイールバッチリ仕上がったんで、まるっと1台ご紹介させていただきたいと思います。で、外装全部ブラバスになってるんですけども、もうブラバスといえば泣く子も黙るメルセデスチューナー、創業は1977年、ボード・ブッシュマンによって立ち上げられたブランドでございます。もともとはそのメルセデスの、チューニングがしたいなって言った時に、自分の理想のパーツがアフターマーケットにないっていうことで、自分で立ち上げたブランドで、同時に立ち上げたメンバーで、クラウス・ブラックマン、その頭文字を取ってブラバスになってるわけなんですね。はい、そして、そんな僕の余談はさておき、そんなブラバスのパーツが全部贅沢についております。で、まず前回りからいくと、このリップスポイラー、当然ブラバスですからドライカーボン製のリップスポイラーがついております。ただ、純正、メーカーのお仕事も数多く手掛けるブラバスなんで、非常に、シンプルでありながら、ちょっとこう押し出し感をプラスアルファしたような、ちょっと非常に一体感のあるリップスポイラーがこちら特徴になってます。で、両サイドはこの立ち上がるデザインですね。で、何度もエアロパーツの紹介なんかでは言ってるんですけれども、結構見た目だけのリップスポイラーなんかもありますけども、ブラバスの場合は全部袋になってるんで、非常に強度もあってしっかりした作りになっております。で、もう当然目も全部揃って真ん中にセンターによるようなデザインになっております。そしてそれに合わせるこのダクトの、こちらもブラバスのパーツになっております。基本的には全部アドオンなんで、こことか必要なくそのままつけるだけで前回りの顔つきがガラッと変わる、非常におすすめなパーツでございます。で、その辺に合わせて今回の車は至る所が全部ブラックにペイントされております。このバンパーの先端だったり、あとはこのパナメリカーナグリのこの縦の部分、あとはここのB マークの周りのところですね、ディストロニックのセンサーのところも黒くペイントされております。で、これが通称 WB、 よく見ると B が二重になってるんですね。こんな感じになっております。で、ここ結構取り替えると、ディストロニックの感度どうなのっていうところだと思うんですけど、基本的にブラバスの製品に関しては、そういったところも全部適合を取って、製作されてますんで、感度だったりも全く問題ないような感じになっております。そしてあとはこっちはイルミネーション連動で光るタイプのブラバスロゴがついております。そしてそれと同時にメルセデスベンツのこのバッジも当然 B マークに交換されております。あとは今回ちょっとエアロがついてペイントだけされた車かななんて思いきや、なんとこちらの車外装が全部後期仕様になっております。で、あとはさあ早速横に参りましょう。見てください、このめちゃくちゃかっこいいホイール、東京電でも最近取り付けさせていただく機会が非常に多い AL13 の22インチが装着されてございます。ただちょっと雰囲気が違うのは、なんとこのポリッシュとブラッシュドのコンビのホイールになっております。で、しかもこれがよくやるフィニッシュとしては、この天面がブラッシュドっていうのが多いんですけれども、なんと今回の場合はこの天面がポリッシュ、そしてサイドウィンドウ、その他の部分が全部ブラッシュド仕上げというとんでもない仕様になっております。なのでいつもとちょっと違う感じの、ブラッシュドとポリッシュの組み合わせになっております。で、このセンターの部分のちょっとポリッシュの比率が多いんで、かなりこの辺の目立ち具合というか、そしてこのセンターのこの AL13 のところブラッシュドなんですね。そしてこの奥がポリッシュという、とてつもなくこう手間暇のかかった、仕上げになっております。で、これ2ピースの22インチタイヤが255、そして出面ももう完璧でございます。東京店ですから、もうビップカーもびっくりのバチバチの出面になっておると。そして引っ張り具合もかなり今回ちょうどいいですね。これちょっと立てすぎてもおかしいし、引っ張りすぎてもおかしい車の立ち位置だと思うので、絶妙な感じになっております。で、車高の方も、ロアリングの方で、適度にローダウンされていると、こんな感じになっております。そしてあとは横のこのサイドスカートに関しては純粋のカーボンパッケージですかね。前後でエアロがつくんで、それに合わせてカーボンに今回なっております。そして後ろも同様に22インチ
リアが305ですかね。そして前でちょっと触れるの忘れちゃいましたけど、なんと今回キャリパーもキャリパーペイントしてロゴ替えもしております。ブラバスのコンプリートにふさわしい仕様になってございます。でこの紺色がどっから来たかっていう話なんですけど、なんとこちらの車カブリオレですんで、この後見ていただきますけれども、ポロがこの紺色なのでございます。やばい。そして後ろに行くと、もう後ろも全部ブラバスです。トランクのスポイラーもそうですし、リアのこのディフューザー、そしてサイドのアクセントも全部ブラバス製になっております。どうですかこの迫力。そして当然マフラーもここまで来たらもうブラバスの B マークの入ったものになっております。でこれ中面もブラバスに変わってるんで、迫力のサウンドをこの後ちょっと聞いてみたいと思います。で基本的にはもう本当に純正のアドオンなんで、まあ、大きくデザインも変えすぎてないですし、まあ、あとはそのセンサー類、やっぱり形状が変わっちゃうと、まあ、こういったセンサーとか、まあ、あとはブラインドなんかのセンサーが結構バンパーの中にもいろいろ組み込まれてたりするんですけど、そういったものの影響も最小限になるように設計されてます。でウィングもちょっとこうつけただけと思いきや、ちゃんと足の出てる、はい、非常に立体感のあるこんな感じになっております。そしてこちらのテールランプ、ただ乾燥されているだけじゃなくて、点灯の仕方も全部後期と同じようになっております。なんで解除していただければこんな感じで光ると。いやこれはもうめちゃくちゃかっこいい。まあ、テールランプだけの移植なんかもできますんで、お気軽にボンド東京までお問い合わせください。じゃあせっかくなんでマフラーの音も聞いてみたいと思います。どうですか皆さん、この紺と白のコンビかっこよすぎやしませんか。なんで僕がこんなノリノリかっていうと、実はオートサロンでオーナー様にお会いしまして、もう好きに紹介してください、乗っちゃっていいんでって言われてるんで、まあ、割と好き勝手やらせていただいてます。ありがとうございます、はい、そしてこの閉めたこのトップからの内装もご覧いただきたいです。もう中もめちゃくちゃかっこいいんですよ。これ見てください、この真っ白内装、これちょっといやらしすぎやしませんか。これはね惚れます。というわけで今回は 217S カプリオレをご紹介させていただいたんですけれども、ブラバス結構いろんなメルセデス、いろんな車種パーツ出てます。で特に結構アフターパーツに対してちょっとハードル高いなとか、まあ、いろいろクオリティの問題だったりだとか、心配だなっていう方でも非常にブラバスおすすめです。っていうのもブラバス自体がもうそもそもドイツで、メルセデスディーラーをやってる会社なんで、まあ、その辺も安心して使っていただけるのかなっていう感じがします。で、まあ、どういうところで作ってるのかとか、どういった人たちがパーツを開発してるのかっていうのは3年前に僕がドイツに行かせていただいた動画もありますので、ぜひそちらもよかったら見てみてください。というわけでゲレンデだけじゃなくて S だったり C だったり E だったりいろんな車ありますので、ブラバスのお問い合わせはぜひボンドグループまでお問い合わせください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。